弦学史重奏曲第2番へ蝶々作品92は旧ソ連の作曲家セルゲイ・プロコフィエフによって1941年に作曲された弦学史重奏曲である。1941年にナチスドイツがソ連へ侵攻し独ソ戦が始まるとプロコフィエフは国内の他の作曲家と共に大都市から退去させられカバルリのバルカル自治共和国の首都 成地区に疎開した。同共和国はカフカース北部に位置し、ヨーロッパ、ロシアやトルコ、カスピ海と国境を接している。プロコフィエフは成地区滞在中に同地の民族音楽を吟味して、この弦楽四重奏曲を書き上げた。民謡や民族音楽の要素を取り入れたこともあり、モダンな第一番に比べ、明るく平明で叙情的な作品となっている。 1942年4月7日に、ベートーベン四重相談により、モスクワにて所演された。三楽章からなり、演奏時間は20分から25分ほどである。プロコフィエフは、カバルダ民謡の主題を作品中に用いたが、それと同時に、独特な火星付けの様式を維持している。民族音楽の特徴は、中東の発言楽器や打楽器を模した響きに歴然としており、 万作尽くして音響効果を用いる姿勢と結びついている。第二楽章で背景となる伴奏楽器はカフカスの殺言楽器カマンチャを模倣している。なお、プロコフィエフの親友、ニコライ・ミヤスコフスキーも公共曲第23番や弦楽四重奏曲第7番の主題にカバルダミ謡を利用した。ありがとうございます。